あのライトで最後、随分回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて、うん、二人のことビックスになんていう、きっと心配するよね。 頑張りどころ。今かよ。今切れるかよ。無茶するんだから。当てるよね。はっ。いくよ。
やってみな。悪いな。リーダー失格だぜ。
ライトまでの架け橋しっかりつなげろよ。邪魔すんじゃねえ。狙うぞ。そこをどいて。ヒッパー。ねはい。見せろ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所は魔鋼炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言って。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ魔鋼炉。電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あまよ鉄くずめろ。そういやマテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。そうだな、戻るか。そういやマテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。いや、先を急ごう。いよいよ魔鋼炉か。暗くて息くせえ。星の命が削られる場所だ。中は魔鋼の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔鋼炉が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。何やってんだお前。ほら
どうだ。 この先だ。遅くなったからきっと心配してるね。
ッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。緊張してたみたい。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。魔航路へのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行き来に乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔航路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上場よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ、うん、匂うぜ。魔鋼の匂いだ。いよいよだね。構造は一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりが近い。行こうぜ。